ブルブルサポーターの三沢ひとみです。私は普段青物狙いや平鈴木狙いといったいわゆる六シュアゲームと呼ばれる釣りをすることが多いんですけれども、今回は20グラムから60グラムくらいまでのメタルジグを使っていろんな魚種を狙うことができるライトショアジギングを、私のホームエリアである北部九州を中心に楽しんでいこうと思います。そうですね、7月に入って水温も上がってきているので夏の釣りがスタートしています。なので、カサゴやキジハタなどの根魚から、ヒラマサやカツオなどの回遊魚までいろんな魚が狙えるかなと思います。はい、今のところかなり風が強い予報なんですよね。なので、風裏になる場所や、風の影響でベイトが絡むような場所を、とにかく足を使って動き回って探そうかなと思っています。はい、おだから1投目ちょっと予報通りですね。結構風が強いので風裏といいますか、風を背から受けられるポイントというところで一旦まず初めにこの場所を選びました。足元の海の中の状況をこう確認しながらとかですね、ベイトがいる場所だったりっていうところを探し回りながら、今日は良さそうなところがあればジグを投げていくっていう形で魚を探していこうかなと思ってます。今投げているのがこのフォルテン TG になるんですけれど もう見てもらった通り細身のフォルムで、もう素早い動きが得意なジグになります。あと結構飛距離も出やすいフォルムなので、こういった一箇所目のポイントとか本当に初めて入る堤防とかでもそうなんですけども、1投目に投げるものとしてすごくおすすめです。素早く落ちて、ボトムの底取りもしやすいですし、広範囲にですね素早くサーチできるルアーとして使っていただければなと思います。フォルテンめっちゃ飛ぶんですよねこういう時に一番使いやすい。なんかベイトがでもすごい上ずってるような感じはないですね。でもここちょっと思ってたよりあんまり潮が効いてない感じですね。ちょっと今さっきのところから近いところでですね、隣の堤防に移動してきてみたんですがご覧の通りかなりの風になってます。一応こう潮通しのいいところ、先ほどのところよりはすごく潮通しのいいところにはなるんですけれども、
風がすごいですね。風女なんですかね、これは。風女って平鈴木にはバッチリな気はしますけど。でも狙ってる時に限って風女は発揮できないですね。ここはもう先ほどのところに比べてですね、だいぶ風は収まってるので、ちょっとここでやっていこうかなと思います。どうかな、あでもさっきのところは見えなかったけど、ちょっとここはいますね、ちらほらベイトがいるいる。少し小さいけど、今ですね投げているのはメタルシャルダスの 25g ですね。ブレードもついていて同じ層をですねずっと引いてこれるようなルアーになります。でも本当に誘い方もこんな感じで、気になる層とかですね、ちょっとこう重いなと感じるような層をずっとただ巻きしてくるだけでも、後ろの、ブレードのフラッシングも効いてますし、小魚とかが結構見えた時にはこのメタルシャルダス強かったりしますね。で、まあ、ボトムまで落としてもいいですし、もう表層か中層にかけてここと思ったレンジを引いてくるだけでも、これもサーチも含めてできますね。さっきの場所から一旦移動してきました。ここは、まあ、結構見ていただいたようにすごく広いところで、こういう広い、まあ、どこでも打てますよっていうような広いフィールドの場合、どこを狙うのかっていうところなんですけれども、主に私はやっぱり潮目、こう見渡していただいて、潮目って呼ばれるようなこう色がちょっと変わっているところとかですね、あとはこう流れが、そうだな、奥の堤防とこっちからの、流れが合流するようなところとか、潮がぶつかるようなところとかですね、本当に潮目の真下に魚集まってたりとか、まあ、そこから潮目に落として、もしくは潮目の奥に落として通してきて、でその潮目の部分を抜けた時とかに魚が食ってくることもあるので、潮目沿いに投げて食ってくることもありますし、とにかく潮目は何かこうちょっと魚にとっても人間にとってもチャンスがある場所っていうことなんでしょうね。ちょっと次はホールでひらひら誘いたいので、シーライド使いたいと思います。シーライドゴー、お飛ぶ。今潮目の向こう側に着水しました。でシーライドは、先ほどの形状のようにですね、片面が平らで反対側が、まあ、ちょっと山形というか違う形になっていて、まあ、縦のしゃくったりして誘っていく釣りの時に両面がこう違う形になっているので、ひら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 落ちていく、でその落ちていく時のフォールで魚を誘うっていうようなルアーになっているので、
さっきは横でずっと誘ったんですけど、今は縦でちょっと誘ってみてます。縦のフォールですね。あとはですね、狙う、まあ、レンジ深さの話にもなるんですが、まあ、遠投して底を取る、でそこから縦の誘いの釣りを行うっていうのは、まあ、基本的なライトショアジギングの狙い方にはなるんですけれども、例えば今みたいにこう潮目が出ていますと、で、その中でもですね、シャクってこうボトム取って上までシャクってきているときに、中間ぐらいのところで例えば少し、あ、潮が重いな、こう自分のシャクってる手がちょっと重くなったなっていうところがあると、まあ、そこまで落とさずに、まあ、今みたいな感じでちょっと中層まで落として、でそこから中層と表層の間をちょっと探ってみるとかですね。でその時は同じ動きでなくてもいいですし、今みたいにただ巻きをしたりとか、目で見て分かる情報で、まあ、潮目っていうのは一番分かりやすいと思うんですけれども、潮目がない場合でもですね、今みたいなしゃくっている状態、ジグをしゃくりながら得られる情報というのもたくさんあるので、特に一番分かりやすいのが今お伝えした手に伝わってくるジグの抵抗、重さっていうところですね。その変化があるところはちょっと大事に誘っていきたいところになります。熱中症怖いですね。水分大事はい、今ですね、いろいろとこの風を見ながら場所回ってきたんですけれども、もう一度戻ってきました。今使用しているジグはフォルテン TG の 40g を使って、また広い範囲に一旦サーチをしているような状況になります。はい。じゃあシーライド、ちょっと逆付けパターンでいきます。今こう表情パシャパシャ引いてきてるんですが、シーライド結構縦の釣りで、まあ、フォールを使いたいときに使うことが多いんですけれども、逆付けするとですね、頭の方をフリフリ振りながら、まあ、逃げ惑うベイトのような形で引いてくることもできます。走る。ゆっくり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 。おお、来ますよ。来てる来てる。オッケーオッケー。おお、走ってる走ってる。よいしょ。よいしょ。オッケーオッケー。おお、バイ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 。オッケー。よっしゃ。ちょっと待って、めっ
ちゃ嬉しい。やばー、来ました。やったちょっと来ましたね、ハガツオ。来ました。ハガツオですね、季節の魚。やっと釣れました。ちょっと今日朝からかなり、いろんなところ探しながら行ってたんですけれども、少しもわっとしたところがあったんで、そこにジグを通したところ食ってきてくれました。シーライドですね、逆付けでしました。ちょっと血が出ちゃってるので、この子は今回美味しくいただきます。はい、夏の風物詩ですね。嬉しい、最高。ちょっとルアーチェンジしました。まだ少し日が高いので、次はこのブレードのフラッシングで誘ってみたいと思います。元気ですね。メタルシャルダスのフラッシング効果で一頭目釣れました。やった。はい、ハガツオ釣れました。メタルシャルダス変えて一頭目ですね。まだまだ香料があったので、ちょっとナブラとかは特になかったので、メタルシャルダスに変えてこのフラッシングで誘ってみました。全然どこに魚がいるかわからない状況でも、遠くの魚を寄せてくれるアピール力があるので、こういった形の誘い方っていうのもすごく有効かなと思います。いや嬉しい、やりました。いや美味しそう。お疲れ様でした。今回は私のホームエリアである北部九州を中心に、ライトショアジギング楽しんできました。今回実調中はすごく南の風にですね悩まされたんですけれども、ベイトがいる場所、あとは潮が効いている場所っていうところを探しながら旬の魚を釣ることができました。今回はハガツオだけだったんですけれども、同じルアーでもいろんな魚が釣れるのがこのライトショアジギングの魅力かなと思います。今回使用したルアーは3つ、ポルテン、シーライド、メタルシャルダス、この3つになります。それぞれ特徴がありますので、その特徴を活かしながらこのライトショアジギングですね、楽しんでいただければなと思います。ありがとうございました。なんだなんだ、おおお、プリ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 引いてます。何何、いや来たこれ。ライトショアジギングにありがちなエゾ。まあまあ、これもある意味ライトショアジギングの楽しみの一つでもありますかね。